足利義輝、室町幕府の第13代征夷大将軍である。剣術の腕が達人の域に達していたため、剣豪将軍という異名でも知られている。彼は30歳の時に殺害されている。現職の将軍である義輝の死は日本史の一つの転換点となった。日本の歴史を変えた剣豪将軍足利義輝の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、ボロボロの将軍家。1536年、京都。義輝は生まれる。義輝。義輝の父親は足利義晴、室町幕府の第12代将軍を務めた人物である。義晴の長男として生まれた義輝はいずれ将軍職を継ぐ立場にあった。近い将来、お前が幕府のトップに君臨するのだ。はい、父上。いずれ私が将軍となる。将軍家の長男に生まれたことで、義輝の将来は輝かしいものになるはずだった。しかし義輝が歩む人生は争いの絶えない茨の道であった。え、義輝が生まれた時代、室町幕府の力は地に落ちていた。そして武士の最高栄誉職である将軍の権威も揺らいでいた。現職の将軍である義晴は部下の細川晴元と対立、戦いに敗れた上に京都を追い出され、近江の国での生活を余儀なくされていた。義輝が生まれたのはそんな騒乱の時代だった。今は細川のバカ野郎にしてやられているが、必ずや我らが京を取り戻す。はい。その後も父義晴と細川晴元との戦いは続いた。おお、行くぞ父上。義晴は戦に負けるたびに近江の国に退却していた。父上、今度こそ勝つぞ。義輝も父義晴とともに京都と近江の国を行ったり来たりする生活を送っていた。そんな戦いを繰り返す中で、将軍の権威はますます衰えていった。将軍様は何をやってんだ。ずっと細川様と戦ってて、そんでずっと負けてる印象だな。義輝は不安定な情勢の中で幼少期を過ごした。私は私で今できることをやるのみ。悩んでいても仕方がない。将軍家を取り巻く不安定な情勢が影響したのかはわからないが、義輝は生涯にわたって剣術の腕を磨き上げていく。義輝の誕生から10年後、1546年、義輝は父から将軍職を譲り受けて新しい将軍となる。義輝は11歳にして室町幕府の第13代将軍となった。これからはお前が将軍だ。必ずや将軍の権威を復活させ幕府を再興してみせろ。は、はい。将軍宣言の儀式が行われたのは本拠地の京都ではなく近江の国坂本の地であった。このことからも当時の情勢の厳しさが伝わってくる。新体制となった将軍家はその後も宿敵である細川晴元と戦い続けた。いけダメだ父上。義輝親子は細川晴元を打倒することはできず、依然として京都と近江の国を行ったり来たりしていた。そんな義輝の前に細川晴元よりも厄介な存在が立ちはだかるのであった。チャプター2、三好長慶の台頭。義輝が将軍に就任して2年後、事件が起こった。1548年、細川晴元の部下だった三好長慶が晴元を裏切る。もうあなたに用はない。な、三好長慶は後に戦国最初の天下人と評されるほどの実力者であった。今日は三好家が掌握する。長慶に裏切られた晴元は義輝親子を伴って京都を脱出、近江の国へと逃れた。お互いにいろいろ言いたいことあると思いますが、今はとにかく逃げますよ。こうして義輝は三好長慶と対立した。この対立は10年以上も断続的に続くこととなる。三好長慶め、あっという間に京を手中に収めやがった。だがすぐに京を取り戻してみせる。
その息だ。それでこそわしの息子だ。父上。義輝は父義治と共に京都奪還に向けて行動を開始した。そんな中、必ずお前が京を取り戻せ。父義治が病気でこの世を去る。父上が死んだ。三好軍との戦いの最中だったこともあり、義輝は義治の死に目に会えず、葬儀にも立ち会うことができなかった。父上、必ず私が京を取り戻してみせます。義輝が15歳の時であった。その後も義輝と三好長慶の戦いは続いていく。チャプター3、三好長慶にボコボコにされる義輝。三好長慶率いる三好軍の軍事力は圧倒的だった。義輝は京都奪還のため何度も繰り返し三好軍と戦ったが負け続けた。ついには刺客を放って長慶を暗殺しようとしたが、それも失敗した。どうすれば、和睦しかないか。数々の戦いの果てに義輝は長慶と和睦する道を選ぶ。この和睦により義輝は京都に帰還、長慶を家臣として従えることになった。これからはあなた様のため力を尽くします。絶対嘘だこいつ。長慶は義輝の家臣となったが、依然として権力を持ち続けた。将軍の権威を借りることでその影響力をさらに強めたのであった。これでは京を取り戻したことにはならん。挙兵だ。三好を京から追い出す。義輝は長慶との和睦を破棄し、再び対立の道を選んだ。義輝は再び細川晴元と手を結び、三好長慶と戦った。長慶は将軍の敵だ。しかし再び敗北した。ひとまず近江の国に逃げましょう。我らもお供しますゆえ。うむ。義輝は多くのお供と共に京を脱出して近江の国へと逃れた。しかしこの時長慶は義輝に味方する者に向けてある宣言を出した。将軍、足利義輝に味方する者は領地を没収する。武家であろうが公家であろうが関係はない。この宣言によって義輝についていった者たちの多くが義輝を見捨てた。すんません。すんません。ぬ。義輝と共に近江の国へ向かったのはわずか数十人だったという。これ以降5年間、義輝は近江の国朽木の地で過ごすことになる。義輝にとって屈辱の日々だっただろう。長慶は近江の国に逃れた義輝を追撃して滅ぼすこともできたが、あえて見逃した。腐っても将軍だ。彼に味方をする大名もまだまだいるだろう。長く続いた義輝と長慶の戦いも終わりが近づいていた。チャプター4、京都への帰還。義輝が近江の国朽木で過ごすようになっていこう。京都では将軍の存在感がますます希薄になっていた。将軍様って何してるんだっけ。知らね。京にはいないんだろう。今の時代は将軍家じゃなくて三好家だよ。朝廷においても将軍義輝の影響力は低下していた。足利義輝さん、最近ずっと京都いないし頼りにならないな。それに比べ三好長慶さんは頼りになる。将軍不在の京都は三好長慶率いる三好家が牛耳っていた。そんな中事件が起こった。近江の国朽木。何？改元した。はい。朝廷が年号を A6 に改元した。何も聞いてないんだけど。本来改元というのは朝廷と幕府の協議の下で決めるものであった。しかし義輝は将軍の立場にもかかわらず改元の事実を知らされなかった。その一方で朝廷は三好長慶には改元の相談をしていたという。それほど朝廷の中で
ヨシテルの存在感は薄くなっていた。ヨシテル様、挙兵だ。今度こそ三好長慶を今日から排除する。本願寺と力を合わせれば我らの悲願は達成できる。この時ヨシテルは摂津の国で大きな勢力を築く本願寺の後ろ盾を得ていた。今度こそいける。こうして再び挙兵したヨシテルだったが、長慶を排除することはできなかった。京都に戻ってきていいんで、もうこれ以上面倒事は起こさないでください。最終的にヨシテルは長慶と和睦して京都に帰還した。ヨシテル単体であればなんとかなるが、本願寺を敵に回すのは得策ではない。こうしてヨシテルは5年ぶりに京都に帰還した。不本意だが京都に戻ることはできた。京都に帰還したヨシテルは将軍として幕府のトップとして政治活動を再開した。ヨシテルが23歳の頃である。それから数年後にヨシテルは命を落とすことになる。チャプター5、将軍家復活の兆し。京都に帰還して以降、ヨシテルは将軍として各地の大名と積極的に関わった。おお、各地で起こる戦いの調停をしたり、戦いをやめろ、自分の名前を挙げまくったり、一文字挙げるよ、手紙のやり取りも精力的に行った。手紙届け。これらの行動が積み重なり、失墜していた将軍ヨシテルの影響力は徐々に回復していく。よし。そしてヨシテルに協力的な大名も目立ってくる。特に越後の国の大名である上杉謙信はヨシテルに協力的だった。京に残り将軍様をお守りしたいくらいです。嬉しいこと言ってくれるね。これ以上ヨシテルが力を取り戻すのは良くないな。ヨシテルの勢いを危険視した長慶は朝廷に改元を申請した。そろそろ改元しましょう。ここらでもう一回上下関係をはっきりさせとこう。長慶は改元を主導することで自分の力が将軍よりも上にあると示そうとしたのかもしれない。しかし朝廷は長慶の申請を拒否した。改元はまあヨシテルさんがいないところではねえ。また争いが起きたら面倒だからな。ここは穏便に済ませたい。朝廷がヨシテルの立場に配慮した結果だったと考えられている。京都に帰還して以降、ヨシテルにとって追い風が続いていた。いい感じ。そんな中ヨシテルの生涯を揺るがす大きな出来事が起こる。一時は将軍をしのぐ力を得ていた三好氏が急速に没落するのである。1561年、三好氏の軍事の要だった曽郷一政が病死する。1562年、四国方面の支配を担っていた三好実久が戦死する。1563年、長慶の嫡男である三好義興が病死する。三好氏は度重なる不幸に見舞われた。そして1564年、三好氏の大黒柱的存在だった三好長慶が病気の末に命を落とす。三好氏が弱体化する一方で、ヨシテルは将軍としての力を取り戻しつつあった。間もなく完全に三好から京を取り戻すことができそうです、父上。しかしそれからわずか1年後に、ヨシテルは壮絶な最後を迎えるのである。チャプター6、最後。三好長慶の死以降、ヨシテルは将軍の権威を取り戻しつつあった。そんなヨシテルに反発する勢力があった。長慶亡き後の三好氏を継いだ三好義次、そして義次を補佐する三好三人衆である。彼らにとって将軍義輝の存在は脅威であった。このままでは我ら三好家は将軍義輝に押されて衰退する一方です。うむ。そこで義次と三好三人衆は妙案を思いつく。我らに都合の良い将軍に変えればよいのです。はあ、
こうして義継と三好三人衆は義輝を将軍の座から引きずり下ろし、新しい将軍を擁立すべく動き出す。また三好が悪だくみをしているな。長吉死後の不穏な雰囲気を感じ取っていた義輝は、京都二条に新しい御所の建築を開始した。後に二条御所と呼ばれるこの建物には石垣や堀が作られ、新たな軍事拠点として期待された。急いで完成させろ。三好勢は何してくるかわからん。一刻も早くそれに備えなければ。事件は二条御所の完成間近に起こった。1565年、二条御所に三好義継、三好三人衆らが1万人の軍勢を率いて押しかけた。そして三好軍は二条御所に攻撃を開始した。三好軍1万人に対し、義輝を守る兵士は数百人であった。勝ち目のない戦であった。義輝様。うむ。皆の者、参るぞ。おう。義輝は家臣と共に出陣した。死を覚悟した出陣だった。宣教師のルイス・フロイスは義輝の最後の姿を次のように記している。薙刀を振り回した後に刀を抜いて戦った。傷を負い、地面に伏せたところを一斉に襲いかかられて絶命した。享年30、義輝は戦死した。この戦いに参加した義輝の家臣の多くが戦死した。そして戦いの中で義輝の母や側室も殺害されている。現職の将軍が殺害されたこの大事件は、後に永禄の変と呼ばれた。その後、三好氏の内部で争いが生じ、三好氏はさらに弱体化した。そして将軍の死と三好氏の弱体化という隙を狙う形で、織田信長が足利義昭を伴って京都に入り、義昭を新しい将軍にした。義輝の死により、戦乱の世はより混沌とした時代に突入していく。足利義輝、室町幕府の第13代征夷大将軍である。剣術の腕が達人の域に達していたため、剣豪将軍という異名でも知られている。足利義輝は剣聖塚原牧伝から剣術を学び、免許改伝を受けたと伝わります。そして柳生新陰流の祖柳生宗則からもその剣術を高く評価されています。義輝が敵兵をバッタバッタとなぎ倒したという伝説的な最後の様子は、割と真実に近いのかもしれません。今日の名言、さみだれは梅雨か涙か、ホトトギス我が名をあげよ雲の上まで。ざっくり現代語訳、降っているさみだれはただの梅雨か、それとも私の涙だろうか。ホトトギスよ、私の名を雲の上まで届くように広めてくれ。ネットショップオープンしました。さまざまな種類のオリジナルグッズを販売しています。またネットショップにアクセスしてくださった方限定で、スマホや PC で使える壁紙用画像、 SNS で使えるアイコン用画像なども無料プレゼント中。グッズと無料プレゼントは期間限定で更新していくので、気になる方はぜひお早めにチェックしてみてください。ネットショップの URL はこの動画の概要欄またはコメント欄に記載しています。あなたのご来店をお待ちしております。うまー。次回の日本史漫画は、雷切伝説を持つ名将橘洞説の生涯。